これは多分坂口健太郎としての問題で言うと、多分僕に今までこういう室岡っていうキャラクターのあんまりこう世間のイメージとまたすごくガラッと違う男の子の役が来たなっていうのは最初に思ったんですよね。やっぱりこうお芝居していくっていう中でずっとこうどん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 毎回裏切っていきたいなっていう気持ちがあったし、なんか今回は室岡っていうある種とっても面白いキャラクターで僕にやらせてもらえる、やらせてもらえるというかその監督とお話をさせていただいて、でやっぱやりたいっていうのすごく瞬間的に強く思ったっていう感覚でしたね。すごくセクシーな映画だと思います。色っぽい映画というか、なんか僕もこうヘルドックスに携わらないってやっぱ薬剤が人形映画っていうと、なんだろうてめえこの野郎みたいな、こう動画飛び上がるじゃないですけど、まあもちろんそういうイメージ の, あのシーンというか、あのみんなでわーってなってるシーンもあるんですけど、なんかこう金高の生き様というか彼の立っている姿にどこか戦争感じゃない、まあ室岡がやってて戦争感っていうのはあるんですけど、一人の男としての生き様っていうのがやっぱすごくセクシーで、なんかそこに関わっていく人間たちのこう生きている姿がなんかとっても色っぽいです。あとはやっぱりこの室岡としてはやっぱりこのバディ感というか、この僕はもう兄貴、本当の兄貴のように慕ってたんで、なんかそういう絵が絶対映像になった時に感じてもらえると思うんで、セクシーでとっても切ない映画だなって感じがしますね。